スポー、はい、どうも皆さんこんにちは、 MSS プロジェクトでございます。はい、MSS プロジェクトは今月もチャレンジ生放送をいたします。クリアするまで生、今回のゲームタイトルはポケットモンスター、ポケモン。まあじゃあキツクソでいいんじゃない。キツクソにするか。なんでまたキツクソ。キツクソ、うん、あんま良くないね。うわ、やっぱクソだった。最低ではないけどもぐらい。今日は本当、あ、魔法使いだ。あ、魔法使いだ。よし、やれやれ、こっち魔法使ってやれ。よし、やったれ。へえ、すげえダメージだ。イエーイ、すげえ。さあ、お、うわ、あ、すごい、こんなパラッと出るっけ。来たラリホーで眠らせれるな、そっちの。いや、ラリホーでも HP 減った状態で突っ込んじゃったね。HP 減った状態で来ちゃった。効かないっていうか、多分強い。あ、強いわ。うわ、さすがやな。あ、強いわ。いや、強いですね。ちょっとこれあれだな。HP 何歩だっけ？HP8、え、60何歩？あ、これ強いわ。どうしようもねえわ。これだって炎来て終わりですね。全然強いね。全然強いわ。ちょうど死んだわ。おー、初めて死んだ。やっぱ強え。うわ、やべえ。どんどん追ってくる。でも逃げれる。そこだね。うわー、空飛んでちゃった。空飛んだ。やべー、いてー。逃げろ逃げろ。一回逃げろ。危ねえ。回復だ。回復。そのまま下行けばあるね。さあ、来るぞ。やべえ、やべえ、やべ、もう光ってる。やべ、ってか、ペキラマ食らったら終わりじゃない。やべ、え、うわ、死んだ。うわ、死んだ。半端な、あと一歩だったのに。あー、ぎえー、マジか。っていうか強くない。ゴーレム出てくるからね。そばし、行け、下に。もう行け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 。きたー、よーし、よし、笛、笛、笛、道具、妖精の笛、妖精、夏が、うえ、ふ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 え。静かに目を閉じる。よし、タコだこれ。戦え。こいつどんぐらい効くの？毎ターン起きるの？やべー。増え増え増え。でも絶対効くから。うん。うん。で回復して。薬草で回復。ああ。やれ。開始。さすがに都合よく。よしよしよし。いいぞ。ついてるよキック。寝ろ寝ろ寝ろ。おお。よっしゃー。そして5と7って。よし、勝って死ね。死ぬ必要なくないから、まあ、とりあえず入れ。よし、やった。こいつら何してんの。あんな強いやつ。いや違う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 、ゴーレムだって守ってたんだもん。あ、そうなんだ。守ってたのにこいつが倒してまった。あいつ、あと滅ぶだけ。滅ぶだけだ。きたー、きたー、強えー、きたー。強えか分かんない、今まだ強いわ、やったー、やったー。そして三鏡の盾。三鏡はやっぱ強いから。三鏡は耐性。水をね。そう。ただのツンデレだから。変えるから。やったー、嬉しい。三鏡はちょっとサスケ風味あるから。かっこいいからやっぱり。きたー。ちょうどいいですね。まずラリホー使う？まあ使う。ラリホーは半分の確率しか効かないよ。ちょ、攻撃した方がいいかな。攻撃しちゃえば。例えばパンパンやってみれば。ワンパンマン。ワンパンマン。いきなり会心出したらわかんないよ。倒しあった。パンパンね。こいつ生きてる。パンパンマンだった。パンパンマン現る。そこじゃないかな。やったー。帰ろう。ルーラー。本当は姫助けてからなんだけどな。知らねえそんなこと。そんなお前姫はどうでもいいんじゃ今は。よっしゃー。もう稲妻と見まごうだね、これはね。さあ帰るか。稲妻と見まごう。目的が達成した。よし帰ろう。帰ろう。帰ろう。ドラゴン倒したし。リルミト、リルミト。誰もいないわ。あ、帰ろう。帰ろう。あ、誰もいなかったしな。早く開けろ。
やるこやっとこう。そっか。やでやで。愚弄してるそれは。あ、なんだこいつは。聞いてない。いいえ。そんなひどい。ダメだ。あれだ、永遠系だ。やばい、これは永遠系だ。抱きかかえた。これじゃ戦えない。いやけどこの後ローラ姫ぶん回しながら戦う武器としてほっ、あ一発もやらずに何が一発もやらずに返しちゃったか。あんのそんなの知らないの。こんな定番ネタやっぱ知らねえ知らねえんだなキー君やんだ。だっておかしいもん知ってそうだね、うん、マジかよ言ってよ言っただろ宿屋泊まれって。もったいな。もうやれないからね。マジで、うん、もう8時間か。もうそんなに経つのかよな。逆にすごい。死ぬがいい。死なない。死なないがいい。やべえ、これ外したら死ぬけど。死なない。倒す。おあやった賭けに負けたね。負けたね。きたうわ最悪。マジかよ。いやもう、まあ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 。まず魔法トーンから。会心の一撃出るから。魔法トーン、よし会心の一撃よし。おー一回回復する。あー攻撃とかどうだろうな。ラリフォーはもう効かんから、もうガチンコ勝負だから。よし、ね、ついてる。いいぞこいつ。封じ込められたことに気づいていない。もう勝てる。1枚そのまま。今します。え、終わってない。でも勝てる。これで1枚いきます。出る。よーし、ロトの鎧で、そこ調べると出てくる足元。よっしゃ、よっしゃ。そこで虹の雫を選択してしよう。やったー。おー、二重がやべえ。海がやべえことになった。うわ、普通の星だ。とうとう、じゃあまずロトの剣取っちゃいましょうか。じゃあマジで取っちゃいます。取っちゃおう、取っちゃおう。まあせっかく取ればいいんじゃない。確かに。まあ取っ、攻撃力どんぐらい上がんの。35万。12ぐらい上がんじゃない。回った方がいいっちゃいいっすね。あ、佳境祈り焼きのレロレロアタック。果てしない。レロ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 。あーすまん、間違えた。え、そこじゃねえわ。あららら、んライラミラライラ。ライラミラライラで。それだ。来た。マジで。これ神竜とか出てこない？あー出てくるかも。オメガ出てくる。タイダルウェーブで全部。やばい、取る。イエーイ。トゥ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 。ない、そんな気の利いた BGM はない。はい。じゃあ水電竜を倒していこう。とうとう初めての中。初めての。あ、よく来たキツクソよ。わしが王の中の王、竜王だ。おう、わしは待っておった。そなたのような若者が現れることを。もし私、わしの味方になれば世界の半分をきつくそにやろう。あの時の卵が竜王になってしまうとはの。わしの味方になるか。はい、はい、やめとこう。愚か者め。はい、ちなみに、はい、多分無理ですね。まあ、次なんでしょう。あ、ここで30。やった、倒した。やったー！やったー！やったー！ドゥ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 。早い。ドゥドゥ。はい。本物が現れた。五五。うわー。持ってるわけがない。ベホイミ。ベホイミ。バカな。正直勝てないわ。勝てないからラリフォーを使った方がいいかも。ああ。うん、それに奇跡にかけた方が。あれ HP いくつだっけ。 HP が120ぐらいじゃない。130。聞かない。お疲れ様でした。本当にありがとうございました。うおー、文武両道な
んですけど。こいつラリフォーしてくんだ。やっば。うわーまずい。死んだ。死んだ。死んだ。ベギラマチャレンジもクソもなかった。なかった。これベギチャレ必須だもん。ベギチャレ必須だわ。強い。きついなあ。よし、やろう。てめえ、いい加減しようこれ。いくれ。どうします、一回攻撃力見てみます、どんなもんか。いいんじゃない。まあ見てみよっか。攻撃しないといけないかもしれない。泣ける泣けるで、しかしこれは多分でも最低ダメージ今出たと思う。まあさすがにな。あーでも10やっと2桁、うん、ちょっととりあえず攻撃いってみます、ね、見る、ね、死ぬぞ。ちょっと数えて16ね今。いけたらヤッピーって感じで。よし、いいね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 。ここで6か。たくさんいけるぞ。いけんじゃない、いけるんだよこれ。痛いな。痛いね。うわ炎。頼む、普通の攻撃してくれ。攻撃してくれ。攻撃10。うわここに来て108。10あと10 2、あと12。あギリギリいけるかこれ。66いけるか。攻撃にしろ。11。いけるいけるぞこれは。回復していいやん。回復して攻撃、うん、よし攻撃きた。いくぞー頼む。ぐらえーやったー。さあ前回のドラクエに引き続き今回も RPG のポケットモンスター。ただ前回のドラクエよりはだいぶ戦略性があるというか。確かに、まあ、そうだね、うん、早ければ7時間くらいで終わらせられると思うけどな。あ、マジで、うん、俺も自信にき、そう言ってまた十何時間かかるんだろう。わかんない。まあそりゃあね、あやり方によってはそうだ ね、 ね、何も見ずに適当にやってたら多分2時間かかるゲームだから、うん、うん、ちょっとポケットモンスターどのようにちょっと攻略していくかはね、はい、もちろんその時に話し合いながら、はい、そうです ね、どのやっぱりねモンスターを連れていくとかね。ピカチュウ、ポケモン、あ、ピカチュウ、やっぱピカチュウがだけだけ、はい、じゃあキックさんだけ頑張っていただきたい。というわけでしか知らない、今回も MSSP はクリアするまで生放送やっていきます。